ひどい。今日は何をしてたんですか？お仕事だった？お疲れ様。みんなちゃんと休んでる？ちゃんと休めるとき休むんだよ。健康診断お疲れ様。今日誕生日でしょ。だっておめでとう。おめでとう。私も健康診断したんだけど、去年より健康になってて、あのなんか ABCD とかで診断あるでしょ。各コーナーに各いろんなとこにあると思うんだけど、もう前回よりも A が増えてて健康でした。視力だけ下がったぐらいだったからね。スペライ、あ、スペライありがとう、ありがとう。楽しかったね。初めてのニアリーコールジョイのスペシャルライブ。明日チョコ食べるかな。なんかね、あんまりね、なんか最近そのバレンタインでじゃない時にチョコを食べ過ぎているので、ちょっと特別にバレンタインで何か食べるっていうことはないかもしれない。でも明日はちゃんとお菓子と触れ合う時間を設けたのでどういうこと？お菓子と触れ合う時間をちゃんと設けているので、はい、頑張りたいと思います。そう、なんかみんな、なんかそのスペシャルライブで前髪を分けるのね、なんかその前にちょっとショールームで前髪分けるかどうしようか迷ってるみたいなこと言って、なんかみんなが分けるの好きって言ってくれたから分けたのね。そう、あと羽上げラインが見たいって言ってくれたから、スペシャルライブで久しぶりに羽上げてみました。なんかジョイになりたての頃めっちゃ羽上げてたんだけど、あゆありがとう、ありがとう、チキもありがとう、ありがとう。こんばんは。作る。メンバーにあげるかわかんないけどあの、メンバーにあげるかちょっと微妙いかも。友達と一緒になんかお菓子作りたいねっていう話はしてるんだけど、その2人分しか作んないかも本当にごめんね。ちかいさんありがとう、ありがとう。ちかいさん、ニーニーにもパパにも。でもね、なんかね、いつぐらいからかわかんないけど結構あげなくなっ、なんかね、小学生の時とか中学生みたいな時はちゃんと友チョコみたいなのあげる文化が結構あったんですよ。なんかあげた方がいいみたいな文化があったんだけど、
最近はもうなんかなんて言うんだろう、そういうほら学生のさ交換みたいなのがなくなって、メンバーとかとは普通にこうお互いさ、去年もかな、お互いなんか持ってき、作る子は持ってきたりとか買ってきたりとかあったんだけど、パパとかニーニーにこう作ろうみたいなのがほんとなくなったから、お店とかでねチョコレートを買って渡すとかはあるかもしれないけど、そう、ケットさんありがとう、ありがとう。ニーニーってチョコ持って帰ってきたりしてました。今年はちょっと明日から分かんないけど、今まではありましたよ。覚えてんの、小学校の頃に持って帰ってきて、手作りのチョコを持って帰ってきてることが多かったね。でも昔はそんなことなかったんだけど、ニーニーは割と何歳、高校生ぐらいかな、がチョコレートがあんまり得意じゃなかったので、そうニーニーにバレンタインはねチョコとかはねあげないかな。昔大丈夫な学校だったのかな、なんか、いやこういうことをこういうとこで言っていいのかわかんないけど、まあ別に大丈夫な学校ではないかも。あの、あ、休み時間に食べるのは OK で、あ、だ大丈夫か、それは全然お菓子は大丈夫だ、確かに、あ、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。先生とかにもあげてたのかな、みんなで。さ、授業中に食べなければ大丈夫でした。コンビニとかもあったしね、全然ダメなことはなかったけど、チョコ作らなくなった。ココありがとう、ありがとう。クラスの全男子にあげてた、マジで。あげないな、私がそのあんまりなんか女の子っぽいことをしてこない人生だったんですよ。なんか結構お菓子作りとかもあんまり好きじゃなくて、そうだからほぼ何もしてなかった。本物のモテる男って甘いもん苦手、じゃあニーニーはモテるってこと。お菓子大丈夫、お菓子、携帯はいじんちゃダメって感じだったけど、でもなんか私は参加してなかったんだけど、みんなでコストコとかのケーキを持ってきて、なんかみんなでなんかなんていうんだ、ティラミスだっけみたいなのをみんなで食べる、みんなでこのフォークとかでつっつくみたいなことをやってるクラスを見たことがある。インスタに載っけてたクラスがあって、それは見たことあるかも。誕生日とかも誰かがコストコのケーキ持ってきてパイ投げみたいなやってるクラスとか見たことあるかも。さすがに学校にパイは投げないけど、その子の顔にこうやってるみたいなの見たことがあるかな。私はやってない、その誰かのインスタかな、先輩とかのインスタなのかな。で私はそのコストコのティラミス食べたことなくて、そうちょっとね憧れてあったコストコのティラミス。1回だけ行ったことあるんだよね。あ、2回か3回か、そのなんか 1,2,3 ぐらいの数だけ行ったことあって、そんなにいっぱいは行ってないから行ってみたい。ティーチャーありがとう、ありがとう、こんばんは。そうね、でもバレンタインどう、なんかみんなの思い出はどういう感じ、バレンタインの。明日配信できるかな、
矢上のりさん、ありがとう、ありがとう。いい思い出ある？ちょっと待って、メンバーにさ、なんかでもお菓子作りとか好きなメンバーはいるので持ってくる可能性あるよね。まずいな、これまずいぞ。これは年上メンバーとして太っ腹でなんかいいチョコを買っていくか迷うぞ。そう、レノン上手なんだよ。だって何もない時も作ってきてくれるからね。マッチングネキ、出動する、久しぶりに。クンフィありがとう、ありがとう。国試頑張った、お疲れ様。本当に尋常じゃない、私には想像できない多分大変なこととかいろいろあったと思うんですけど、お疲れ様です。もうゆっくりいっぱい食べて、今までこうできなかったこととか好きなこととかもたくさん寝て、もたくさん食べて、本当に休んでください。お疲れ様。じゃあ明日さ、配信できるかな、ちょっと微妙いくって、だいぶ微妙なので、できたらしたいけどちょっと時間がっていう感じですね。いやでもまあその長くはできないかもだけど、ちょっとできたらしたいな。こんばんは、お話しに行きます、ありがとう。18日、もうすぐだね、会えるの。でも私もね、なんかその逆に張り切ってたのは小学校とか中学 1,2 年生の頃は結構張り切ってたの、お菓子作りけど、なんか高校生ぐらいになってから、まああんまり張り切らなくなって、そう買うようになった。結構美味しそうなチョコを買うか、なんかもうこれ何十袋も入ってるような大きなチョコをとりあえずもうボンと買って、こんぐらいの一口チョコをみんなに配るみたいなぐらいしかしなかったか。みんななんかお菓子くれてる、ありがとう、ありがとう。うん、明日絶対混んでるよ。明日板チョコとかほんと売ってないから、みんな気をつけて、お菓子作りする方気をつけてください。小学校の頃毎年同じ子にあげてた、あるつなんでくれないんだろうって言ってたみたい。え、甘酸っぱい、素敵だね、素敵なことだよ。なんかさっきさテレビでさ、ちょっとあの時告白していたらっていうテレビがやってたんだけど、ちょっとそれ見てて素敵だなって思った素敵だなって思った。バレンタインあげてたんだって。笠山さん、ありがとう、ありがとう。どうしようね、明日さ、もしメンバーがさ全部さ全員私以外全員さチョコを持ってきてさ、なんか交換しようみたいな感じになってたら、その場合私はどういう逃げをすればいいですか、どういう逃げ方すればいいですか。お話し会緊張していけない、おいで。私はアップルパイとかチーズケーキを作ってたんですよ。なんかチョコ系本当苦手で、作るのチョコ好きなんですけど、チョコ好きなのにこう作れなかったのね。
でチーズケーキとアップルパイだけ頑張って作ってたんですけど、アップルパイ結構褒められて、そうニーニーに食べさせたのかな、パパパパニーニー、なんか自分で食べても美味しかった、我ながらね、アップルパイ上手だちょっと待って、本当図に乗って本当に申し訳ないんですけど、あのその時はアップルパイ、お思ったよりはちうまいやんとか思って、チーズケーキもね割とね思ったよりうまくなって思っただけ、なんかチョコレート使う系がちょっと苦手でして、まあうまくあのチョコレートがまず溶けないですよね、なんか私がやると、私がやるとなんかチョコレートがダマになって、というか私チョコレート好きだからさ、板チョコ買うと食べちゃうんだよね、なんか作る前に間違えて、間違えてってどういうこと、なんか、まあ、ちょっと板チョコの、まあ、こんかけらだけ食べても変わんなくないと思って結構食べてたらどんどんなくなるんですよ、食べちゃった、男から女性にあげるタイプ、まあね、バレンタインはどっちがどっちにとかないですからね、好きって思う子に渡せばいいんですよ。藤沢先輩バレンタインエピソード聞きたいっす、本当になくてごめんなんだけど、マジで本当にないんだよね、そのなんかみんなにお届けするようなエピソードが、なんか前も話したもん、前話したことしかない、なんかパパにあげるバレンタインパパに作らしたっていう最低なエピソードしか持ってなくて、リコちゃんのボブ好きありがとう、でもね結構伸びちゃったんだよね、なんか伸びちゃって今切るか切らないか迷ってるみたいな最中です。アップルパイ上手だよマジ、あのね ここがうまいの、このアップルパイのこう切れ目あんじゃん、こう上を作るのがうまい、あと卵黄塗るの上手、今日誕生日、あ、おさやまさんお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、いつもありがとう、またライブでいっぱいいっぱい盛り上がろうね、対面も待ってるね、ありがとう、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、よしやすありがとう、くまーありがとう、え、なんかそう一回話したことあるよな多分な、この話パパの話、今のなんかさ、どしゃくそ大好き、本当に、でも結構長いよ、今日ちょっとなんか巻いていただいたので、なんかだいぶあのこうちょっとこう上がってるんですけど、もっと長いです、だってなんて言ったってツインテールができちゃう、ほらツインテールできる長さになりました、あとまつげも今日はがっつり上がっております、おめでとうだね、でも私は明日バレンタインなら食べたいのは本当にチョコゴディバのあのヨーグルト、本当に最近もうどこにも売ってなくてどうしよう、もういろんなコンビニ行ってもあのヨーグルトだけもうなくなった、本命あげてたの嬉しい、欲しい、なんかでも私なんかなんだっけな、ちょっと何歳か忘れちゃったんですけど、なんか後輩にモテていた時期がありまして、女の子ね、なんかそう後輩にモテていた時期がちょっといなんかまあ本当にこういうこと言うとあれなんですけど、なんかあの勝手にモテてるって思ってたんですけど、なんかこう甘えてくれるというか、リコ先輩みたいな感じで
こう来てくれた時期があって、 それまで中学校とかはまあ割とリコ先輩みたいな子いたんだけど、ただの部活の後輩というか帰りよく一緒になるなみたいな子ぐらいしかそのあんまりだったんだけど、高校の頃になんか結構リコ先輩みたいな遊びに行きたいですみたいなこと言ってくれる子が増えて、でちょっと LINE とか交換してバレンタイン学校が近くにあったらクラスにチョコ持ってきてくれたりとかすることもあった。なくなったよね。ミレイありがとう、ありがとう。そう、藤沢先輩とは言われたことないんですね。お敵だからその時は16、17とかかな。大事な時にくしゃみしちゃった。いやなんかしっかりちゃんともらった。で私はその後輩の子にホワイトデーぐらいでなんかちゃんと学校があった時に返した気がする。なんかそのバレンタインに何も持ってかなかったのね。でバレンタインに何も持ってかなくて、そのこう違うホワイトデーにもらった子に返してた。なんかさなんか多分逆の立場でも考えたらめっちゃそうなんだけど、多分なんか私が例えばバレンタインに持ってったとして、その女の子が「うわ待って、リコちゃんに作ってない」とか「リコ先輩の分ない」って思わせちゃうのは申し訳なくて、そう私はあれ私のお返しとか、 なんかそういうこと思わない人だから別にどうでもよかったんだけど、なんか作らしてないわみたいなこう気まずい感じにさせるのが申し訳なくて、もらった子に返してた。で私がもうバレンタインはあんまりその持ってかない感じあったから、別にリコが返さなくてもホワイトデーに返すねみたいな感じ、誰にも持ってかないからホワイトデーに返すねっていう感じでクラスの女の子とかもそうだった。みんなさ女子で交換とかするじゃん。でリコはでも絶対に持ってった年もあったんだけど、一時期持ってかなくなってホワイトデーに返してましたね。ちゃんとモテてたというよりかは交換をなんかこうバレンタインとホワイトデーにしてた。そうだからもしメンバーがしてくれたらホワイトデーに返すね、ごめんねホワイトデーに返すねっていう。ホワイトデーだけなくなればいいのにってずっと思って、なんで返しに困る。でも私わかるよ、返しに困るの。やっぱお兄ちゃんがいると、お兄ちゃんだってさ、まあ、高校生の頃のお兄ちゃんがバレンタインもらってるとか知らんけども、もらうの分かるわけじゃん、小学校とか中学校とか兄にもらってんなって。ってことはホワイトデーなんか返さなきゃいけないのは分かるわけでしょ。悩んでるのをね知ってるから大変だなと思ってこう返す。だって男の子でさ、男の子でさ手作り全員が全員するわけじゃないじゃん。難しいよね。なんかあるんだよ意味が。クッキーだとなんかなんとかで、チョコだとなんとかでみたいな、そうなんかその告白の返事かなんかみたいな決まりがあって、あそうだマシュマロがダメなんだって、なんとかかみたいなあるから、別に知らずにさマシュマロとかさあげるとさ、あれ振られてみたいな感じになるから、
全てお母さんに任せてたってことは結構もらってたってことかな。モテてたってことじゃないの。やっぱ兄弟でいるとね、多分あれだね、そうだよ、お互いじゃあ相談するんだよ、こういうのあげるのどう思うとか、全部同じものにしてた。だってわあ、ジェントルマンですね、だいぶジェントルマンですね。軽くトラック2台分ぐらいだって。はいはい聞いといて聞いといて聞いといて。まあまあまあ、でもまあそういうこともありました。それぐらいしかバレンタインのエピソードないんですよ本当に。なんかこれ多分結構そのお菓子屋さんぐらい作れればエピソードだったんですけど、学校で配るバレンタイン代わりに作る、え、あれ、じゃあ学校で作るバレンタイン、バレンタイン代わりに作ってた、そういう時もありますやば見たことないもん、トラック分もらってる人。本当かもしれないよね、すごいモテ期だよ。下駄箱やばかったの。え、何、え、何、下駄箱に入ってるみたいなことがあるの、その漫画だけじゃないの。私そんな見たことないけど、下駄箱に入ってるって。実は隣のクラスの子にあげるとかいう青春エピほんとないんですよね。なんか思い出そうと思うが、特にないんですよね。バレンタイン何してたかもあんまり記憶になくて本当に本当にさ、ごめん、なんか面白くなくてごめんねっていう感じではあるけど、本当それぐらいない。バレンタインの日の女の子はすっごい大きな荷物で来るの。もうほんと2週間旅行行くんですかぐらいの大荷物で急に来るんで、それがなくなる、もしだから余ったらそのみんなにもう1回2回目2週目配ったりとかもしたり、バレンタインの前日だから今日ですよね、本当だったら今頃バレンタイン作ってる女の子が、女の子じゃなくともそのバレンタインを作ってる方が何人今寝ずにいるかっていう、この世の中に。明日の朝の通勤電車の通学電車の中に大きな紙袋を持ってる女の子たちがいると思います、絶対。下駄箱あったっけな、下駄箱なかったな、下駄箱なかったな。小学校の頃はあったけど、学生ね、18日リコちゃん対面行きます、 ありがとうおやすみともか、また来てお話し会、明日平日なのよ、なんか絶対その通勤通学であると思う。
そうだよ、今頑張って作ってる子がいっぱいいるんだから。大人になってよかったことの一つはバレンタインからの解放。いやまあでもちょっとあるよね、やっぱ学生って大変だからね。なんかあとさ、その今っていうか私は高校生の頃作ってないからあれだけど、中学生の頃とかってそのなんて言うんだろう、そのだじゃあみんながその本命さんにあげるとかではなくて、友達にあげるさ、なんか作るクオリティみたいなのってあるじゃん。なんかうまい子ってほんと上手だと思うのね、結構もう将来有望、もうパティシエになりますみたいな上手な子もいるし、別に普段作んないけどバレンタインだから作りましたっていう私みたいな子も多分いっぱいいると思うし、そうだからね、緊張するよね。こう交換するときにさ、めっちゃ上手な子とかいるからさ、うわ上手だと思って、私こんなクオリティ高くないしなって思うこともあるから大変だよね。返すか返さないかとかあるしな。こんばんは。そう、お店みたいなのを作る子いるからね、本当に上手なのよ。あれ多分器用なんだろうね。あ、自分でも割とタッパーだった、一つ一つ取ってってみたいな、クッキー一枚ずつ取ってってぐらいの感じ。そんな一人一人ラッピングしたのは小学生ぐらい。もうママにも手伝ってもらって、ママに超手伝ってもらった。今だから言えるけどバレンタイン忘れてて、そうなんか気づいたら次の日がバレンタインみたいな感じだった小学校の時があって、なんかみんな作ってて、ママに急いでね、どうしようバレンタイン作ってないよってなって、ママめっちゃ手伝ってくれた。本当に今思うと無茶なことをさせて、でも小学生だから小学生のその交換しなきゃいけないみたいなその伝統をママが分かってくれてマジで私買い物とか行けなかったから一人で、小学校 1,2,3 年生とかってさ、お金会計とかもさ、なんかもう大量にそんな買ったことがなかったから一人で、お使いぐらいしか、そんなこともないか、3年生とか行けるけど 1,2 年生とかってね。エリカありがとう、ありがとう。もありましたね。まあ明日は皆様素敵な日をお過ごしください素敵な日をお過ごしください。まあバレンタインだからとかじゃなくて、あのなんか予定がある方とかいるかもしれないじゃん、この中にカップルで過ごしますっていう方もいるかもしれないよ。まあ私はメンバーといるので私はメンバーと、そんなやつ見るな、言い過ぎ言い過ぎ、だいぶ辛辣。あ、なんかあれかもよ、モーメントとかになんか乗っかるかもね、メンバーとのやつは。その時に B リアルが来たら B リアルですし、今 B リアルなので、そうそうそう、メンバーとね、星で全然コメントがなんて書いてあるかわかんない。この前ニアジョイ会で隣のリコファミの男の子と仲良くなれてよ、肩組んでレッチョイできたよ、よかった、仲良くなって、もうみんなでどんどん仲良くなって、仲良し会作ってね、モメント、みんなの B リアルおもろいよ、なんかめっちゃおもろい。あのね、本当に B リアルをやればやるほどメンバーとなんかなんていうの、
なんか学校の本当に友達みたいな感覚に陥る。メンバーじゃなくて同級生、クラスメイトみたいな。しかもさ、一斉に BDL の通知が来るからさ、ほんとすごいよ。今日とかも BDL かわいいんだから。そう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 、あの友達交換してる人しか見れないみたいなやつで、全員 BDL 別に興味なかったんですけど、ジョイだけに見せるおもろいやつっていうことで、本当にジョイしかいない、ジョイメンバーしかいない BDL だから全員同じとこなの、同じとこだからみんなで一緒に写ってる、みんなで私の写って私のもっていう感じでみんな同じとこで、だからでも朝7時とか6時とか夜中とかも通知が来るんですよ、 BDL 撮ってくださいってなると、さすがに一緒にいないと、そのもうベッドの上とかガチ寝起きとか、お休みの日とかだったら例えばカラオケに行ってる子とか、まだ昼まで寝てる子とか、そう2分で全員撮んなきゃいけない、通知が来てから2分、いや携帯見てない、そのリハ中とかにね来てると全員できないから、もう「あビリヤード来てた」とかなる。えいこさんやってんの？マジで？やってんの？ちょみんなやってる人いたよ。見せて見せて、私もだからそのメンバーが BDL っていうものをやってるって知ってる、知るまで BDL というものの使い方が知らないし、なんなら今でも私一番初心者なんですよ、 BDL 最近入れた人で、そのやり方が分かんないんですよね、まだ。だから結構みんなにこれどうやってやってるの、これどうやって撮るのとか、これどういう意味みたいなことみんなでやってる。そうだよね、見る線だよね、わかるよ。私あと1週間したら多分2分以内に撮んなくなるもん。みんなが流行るとやりたくないタイプ。なんかもの、なんかね、ものによるんだけど、なんか流行り服とか、そう靴とかそっち系はかぶりたくないなっていう思いがあってかぶらないようにするんだけど、そういう SNS 系の流行りは疎いので、あの TikTok とかの流行りには疎いので流行りに乗っかりますけど、すぐ飽きちゃう。ストーリーね、私もさすがにさ中学校の頃とかはさ、高校生の頃とかさインスタやってたんだけどさ、何投稿していいか分かんないよね。私もストーリーなんか何もないみたいなアカウントで、飽き性なのかな。でもね、性格診断とか見るとね、あの MBTI とかやるとね、ちょっとね分かりやすいの。なんかちょっとなんかすぐ飽きるなんかハマるのはハマるんだけどすぐ飽きるみたいなの結構書いてある、私の MBTI。結構ファンの方がさ、これ私のインスタですみたいな感じで送ってくれることがあるんだけど、結構ねみんな載せてくれてて、
ニコちゃんは E から始まります。 ENTJ です。 ESFJ だったのに ENTJ になっちゃった。めっちゃ変わった。飽きしようって病院になると本当にそうなんだよね。そうやねん。そうやねん。病やねん。いやまだ進撃の巨人だけは飽きてない。映画とドラマだけは飽きてない。進撃の巨人はそこまでアニメ詳しくないけど、こんなにアニメを何回も何回も何回も繰り返し見たのが本当に進撃の巨人初めてかな。え、ユータ ENTJ なの？一緒じゃん。え、ももかのプレイリスト見た？私のプレイリストさ、公開なんかちょっとできないんだよ。公開しちゃダメ、多分消されるんですよね、私のやつ。だからその抜粋して言える曲しかない。タイありがとう。いやなんかそのそう、多分ももかのプレイリストとかはええんやけど、ちょっとさ、そのなんて言うんだろうね、あるじゃんね、例えばさ、こうラップとかのさ題名でこうあんまこう載せちゃいけないみたいなあるじゃんね。いろいろあるじゃんね。あとなんかすごい系統が定まってなさすぎて、なんか TikTok で流れて待っていい曲かもとかなってもすぐダウンロードしちゃうんですよ。あとね、最近本当になんだっけな、あれ、あの歌が好きなの。あのさ、今携帯でショールームやっちゃってるからさ、全然今本当にもう分かんないんだけどさ、何やったっけな、なんか男女の方が、男女の方がなんかデュエットしてて、ミカサじゃなくて、ミカサじゃないのよ、なんかなんとかデシベルみたいな、なんかデシベル表記の題名なのよ、なんか 1024W なんとかみたいな感じの。なんでハマってんのに題名知らないのじゃん、本当にひどいよね。公表する用のプレイリスト作る。 OK、 作る。あとはほんとグレイティスト、ザグレイティストショーマンのルル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 が好き。なんとだ Say you'll be mine Nothing could keep us apart You'll be the one I was meant to be mine が好き。エコノイジョ以外のアイドル、
でもビッシュさん好きだったので今でも聞いてます。マジでいい曲だよ。え、じゃあ分かった、今日作るわ。じゃあこのあと12時までに乗っかるか分かんないけど、私頑張ってみんなのためにプレイリスト作るから、ちょっとレノンちゃんと好きな曲の系統ね似てるんだけど、なんかレノンの方がヒップホップとか聞くかも。私はなんかちょっとエモ曲とかを私は結構、え、間に合わないよ、普通に間に合わないけど、マジで私がもうずっと聴いてる曲、あの本当は聴いてるけど載せられない曲とかはちょっと載せないから、載せられる聴いてる曲をちゃんと作ります。で今日中に絶対無理だ、私もうすぐショールーム終わんないと、今日中無理かも、もしかしたら明日、さすがに12時はね、ちょっと今これから作るとちょっと大変だから明日乗っけるね、今日中に作って明日乗っける、ハッピーバレンタインで乗っけるね。でしょ、リコちゃんのプレイリストぜひ ということで、私はもうすぐショールーム終わりにします。急に始まるスクショタイム。今日はちょっと短いので、はい、ということで壇上を読みますね。13位竹千代さん、ありがとう。12位エリカ、ありがとう。11位あゆ、ありがとう。10位グーフィー、ありがとう。9位ケントさん、ありがとう。8位ミレー、ありがとう。7位細山さん、ありがとう。6位チキ、ありがとう。5位ヤガミノリさん、ありがとう。4位コンコン、ありがとう。3位ティーちゃん、ありがとう。2位ヨシヤスさん、ありがとう。1位チカイさん、ありがとう。皆様ありがとうございました。みんな今日も早く寝てね、私はこの後みんなへのバレンタインということでプレイリスト作るね。ありがとう、おやすみなさい、バイバーイバイバーイ。